はい、こんにちは。FX のオリガルヒでございます。え今日の私のねえ、ロットの投入模様なんですけども、えお話ししたように、このダブルトップがありますよね。ダブルトップを抜けたら、ちょっと大きめのロットをね、3ロットとか5ロットぐらいで入れようかと思ったんですけども、赤い線134円の513を抜けなかったんですよね。で、ダブルトップってのは言うまでもなく、そっから下に下がりますよっていうサインでもあるんで、これを抜けたらね、 抜けたらエントリーだったんですけど、抜けなかったんで、下の方に向かってますね、今ね。ということで、えー、肩透かしと言いますか、私の蓄えていた、温存していたロットは空振りということで、エントリーせずで、無傷になりました。あ、休憩してよかったな、というところでございますね。えー、今回は以上です。ちょっとね、でもね、プラスですね、以上じゃなくて。これが跳ね返ってきて、トリプルトップになったら、今度は抜ける可能性高いですよ。だからそこはちょっと見ていこうかと思います。今週の最後の、 トライはトリプルトップが突き抜けて倍上昇そこでエントリーって感じですよね値段は同じく130円の513を抜けたらどうするか決めようかと思いますんでおそらくエントリーポイントは134円の530とかね550とかあの辺じゃないかなと思いますねはい以上です